久しいな、巫女よ。叔父上の墓前以来か。源一郎殿、私は すまぬ。お任せを。邪魔立てするか、巫女の忍びを。アシナ源一郎、参る。忍びとてこの程度か。巫女はもらっていくぞ。目覚めたようじゃな。どうやらまだ死の定めではないと見える。その目、さしずめ、忍に敗れた狼といったところか。言えぬ。それが忍びじゃな。わしは仏を掘らなきゃなら。お前さんはお前さんで好きにしな。この左腕、俺に何をした？そいつは忍び義手。石腕の狼にはおあつらえ向きの牙じゃろうて。仏を掘るには無用でな。お前さんにくれてやる。忍び義手。そいつはただ失った腕を補うもんじゃない。任務を見つけたらわしのところに持ってくるがいい。忍具だと。そうか、このからくり。察しがいいな。忍具を持ってきたら
忍び義手に仕込んでやる。そうすりゃその義手のありがたみがわかるじゃろうさ。うん。喋りすぎたな。行きな。お前さんもそうじゃが、この荒れ寺にはおかしな客がまあまあ訪れる。寺を出て右手の広場にもそうした者が一人おる。妙なことになっておる者同士、気が合うかもしれんな。見ぬ顔だな。そこもと、名は。名乗られぬか。だが、腕ある忍びとお見受けした。忍びの技ならば、あるいは。そこもとよ。ぜひ、それがしと、立ち会ってもらおう。なぬわな。そこもとの立ち筋、見事なものであった。それがしをかように従前に殺した者、そうはおらぬ。お主は何だ。死なず、あるいは虫付きと呼ぶ者もおるな。死ねぬので、ただここにおるのだ。そこもとはこのような荒れ寺で何よ。ずいぶんと眉間にシワが寄っておる。そこもとよ、それがしを使い刀の修練をせぬか。お主の使命を果たすために、死ねぬ体ゆえ幾度でも切られてやれるぞ。どうじゃ。承知した。よし、ではやろう。刀を振らば気も紛れるというもの。また来るがいい。そこもとの技の試し、いくらでも受け負うぞ。